フィゼラーファイ167ファイ 167A-05 ファイ167はドイツ国のフィゼラー社で第二次世界大戦の直前に製作された単発の爆撃機である。もともとはドイツ発の航空母艦グラーフ・ツェッペリンに搭載する艦上雷撃機として開発された。1936年にグラーフ・ツェッペリン建造開始に伴い爆撃、雷撃、 偵察用の多用途艦上機開発に着手した。本機の協作相手は AR195 であったが AR95 リットルに若干の改造を加えただけであったので本機が正式発注を勝ち取った。機体の特徴は単発、複座、翼間支柱が二長間の複容器で上下の主翼前縁に自動スラット、下翼公園には 大型のフラップがあり、エストール性能が高い。また、固定式の主脚は、非常時に投機が可能になっていた。1940年夏には12機が、稼働状態となり、評価のために実験飛行隊が編成されたが、空母建造計画自体が中止されたので部隊は、オランダへ移動、沿岸作戦での能力評価を行った。1942年5月に、 空母建造計画が再開されるが、既存機を流用することとなり、本機は評価試験終了後1943年に9機が、クロアチア独立国へ、売却、残る3機は、着艦衝撃試験等に用いられた。1940年末までに、グラーフ・ツェッペリンは完成しそうになかったので、ファイ167の製造の優先度は下げられた。同年に、 グラーフ・ェッペリンの建造が中止されると、それ以上のファイ167の製作も中止され、完成した機体は、ドイツ空軍の第167実験飛行隊に配備された。1942年にグラーフ・ェッペリンの建造が再開されると、環状偵察爆撃機としては、ユンカース 187C が引き継ぎ、来撃機は必要とされなくなっていた。 残存していた9機のフ FI-167 はオランダ海軍の沿岸飛行隊に送られ、その後1943年夏にドイツへ戻された。その後それらの機体はクロアチア独立国へ売却され、そこで短距離立着陸性能と搭載量を買われて、1944年9月から戦争終結までの間に包囲されたクロアチア軍守備隊に弾薬や その他補給品を運搬する任務に使用された。この任務に従事している最中の1944年10月10日、試作均衡でクロアチア独立国空軍所属のファイ百1 6 7の1機が5機の A 空軍第213飛行隊の P-51 マスタングマーク3の攻撃を受けた。 ファイ167の搭乗員たちは撃墜される前に一機のマスタングを撃墜するという快挙を成し遂げ、おそらくこれは第二次世界大戦における最後の服用機の撃墜記録であった。残りの機体はチェコスロバキアのブトバイスにあるドイツ空軍実験研究所で様々な形式の膠着装置のテストに使用された。大きな主翼面積と その結果の低い着陸速度により、ファイ167はこの任務に、うってつけであり、高翼面荷重のテストを実施する場合は2機の、テスト機は、主脚のすぐ外側で下翼を取り外していた。ファイ167の減損する機体はない。ありがとうございます。